皆さん、みちです。シンガーソングライターとして活動しております、北村ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここはどこですか？はい、ここは知名度がめちゃめちゃ低いことで有名な富山県でございます。富山県、来ました。はい、ようこそ。ありがとうございます。久しぶりだね。久しぶり。あの大輔くんと専門学校が一緒で、でも専門学校一緒やったけど学科は違う。そうね、学科は違かった。そうそう、でなんか学科違うと全然絡みのない学校で、うん、でもなぜか大輔くんの学科とそれなりに絡みがあって、でそのおかげで学生時代から仲良くさせてもらっていて、ずっと東京に10年間住んでたんですけど、今年の3月から富山県に、あの地元なんですけどね、戻ってきて、でそしたらなんか大輔くんがなんかバイクでなんかねそう、バイクでちょっとかなりね、あのクレイジーな旅をするっていうのを聞いて、富山にも寄るんやったらうちにも寄ってけばって言って来てもらいました。そうなんです、はい、ね、ここ普通ね、なんかね、こう音楽室で撮ってるのかなと思うんですけど、ね、はい、あのご自宅なんですよね。そうなんです。ちょっとすいません、はい、こればっかりはちょっとただの自慢になるんですけど、ね、自宅です。自宅に防音室があるというね。そうなんです。すごいですよ。本当すいません。これはでも田舎だからなせる技だ。いや、田舎のクオリティじゃない。田舎だからの問題じゃないでしょ、これは。まあ東京の方だと、まあいろいろ活動してるのは知ってるんだけど、うん、富山の方で今はどういった活動をしてる？なんかね、あの東京にその10年住んでたのは本当の話なんですけど、その間も結構富山に帰ってきて、富山でライブをさせていただく機会っていうのは結構あって、うん、地元のお祭りとか、あとなぜかなんか成人式に呼ばれて歌わせていただいたりとか、だからなんか富山県とのつながりをまあ持ったまま東京でも活動していた感じで、だから富山に帰ってきてからもお世話になってた人たちに、戻ってきたからまたお祭りとか出させてくださいってお願いしたりとか、ライブができそうなカフェを探して自分でライブさせてくださいってお願いしたりとか、あとあのショッピングモール
田舎なんでやっぱイオン最強なんですけど、ね、イオン最強ですね。そうそうそう、あるある。でそうイオンさんでフリーライブをやらせていただいたりとかしてます。地域密着じゃないけど。そうね。あ、でも地域密着と見せかけてめっちゃ東京行ってる。月一で東京行ってる。あ、じゃあハイブリッドね。ハイブリッドね。なんか今後は東京の方でも活動はどんどんしていくような。あ、そうそう、東京にはもうこれからもそうだし、東京以外も実は拠点をたくさん持ちたいなと思って、北海道から沖縄まで。富山県ってちょうどちょっとまあ、ね、ご覧になってる方あんまり地理わかんないかもしれないんですけど、富山県の知名度が低いって話です。あ、富山県、ね、決してそう見てる人をディスったわけじゃなくて、ちょうどね日本列島の、ね、真ん中ら辺なんですよ。だから、あ、まあそうだね、そう、東京にも行けるし、うん、関西にももちろん行けるし、うん、名古屋とかも地味に近い。あ、確かにね、下そうちょっと車で3時間ぐらいで、うん、あと石川、もちろん金沢とかも近いし、長野、新潟で結構面してる場所もあるので、ちょっとずつ拠点を広げていきたいなっていうのが今後の目標です。今後のね、活動とか詳しくは下の概要欄に載せておくので、はい、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、それでは本日もご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。みっちーでした。北村ひとみでした。バイバイ。